皆さんこんにちは、マックスブライです、今日はですね、ゲストが来ています、ココロマンチャンネルさん。何入るタイミングが。やっぱさん、なんかありますか。せーのとかやってください。じゃあ、自己紹介。はい、ネータです。チョッキュロくんだよ。フィーチャーです。ヒカルです。ミミネーです。はい、ようこそいらっしゃいました。何なんだと。もう本当初対面です。初めまして。初めまして。皆さん本当ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。しかもお土産までいただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。四つ葉探してきてもいいよ。大丈夫だよ。行ってくる？行ってくる。行ってね。見つけたら教えて。はい、ちょっと。行くんかい。兄ちゃんも行くんかい。まあ。ちょっとね、趣旨をちょっとまず私から話したいと思うんですけど、山に、去年の夏から行ってまして、まあ、海派だと聞いてるんですが、私も完全に山にいます。で、週半分ぐらいその静岡の沼津というところでその山の開拓をしたりとかいろいろしながら過ごしてるんですけど。温泉があるの？温泉はですね、近いところだと修善寺っていう温泉の、30分ぐらいの場所に山がありますね。だから山で疲れたらその麓でシャワー浴びるでもいいんですけど、なんだったら修善寺にもう車でほんとすぐだから温泉入るの最高。めちゃくちゃいい、すごいいいところや。まあそんな場所なんですけど、そこをちょっと開拓してまして、で6月とか7月ぐらいにそのいろんな方をこう招きをしたいで、いろんなところにこういかがでしょうかみたいな話をしていた中、あの1回来てくれたということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。だから今回はもう作戦会議みたいなことも兼ねてだと思うんですけど、はい、その私の友達とかゲストでっていうと大体その大人とかだったりするわけです、はい、そのこういう家族的なユニットでっていうのは私は経験がないので。あ、そうなんですね。しかもその山に子連れで例えばキャンプしようとかそういうのもあの山自体も多分初めてだから。ああ、やった、初。そうなんですよ。だからいやすごい、何してくれるんだろう。何をしてもいいんですかね。そう、そういうのをね、ちょっといろいろ話しましょう。いろいろ話しましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ山に、お、すごい、あ、それも何してもいいとかすごい自由な感じで喋ってる。山でやってみたいことって何かあります？うん、まあふわっとしすぎててむずいと思うんですけど。もう今まで家の中でやるかっていうようなことを家の中でやってきたんですよ。だからいざ山で好きなことしていいよって言われると、やったー、どこまで何をしていいんだろう。なんか大体穴掘って、お、座れ。映ってないかな、お前。山で何がしたい？少年といえばもうやっぱり山だし冒険だよな。冒険。少年といえば山。あと図工好きやから。お。作るのとか。おう。この花何？何かな？それはもう多分山に行ったらもっとあるね、花。何作りたい？コップ。椅子？コップ作りたい。コップ作りたい？いいね。主にはもう。ボロボロでいいから、とりあえずお家みたいなの。お家を建てたい。おっと、綺麗。おっと、もう住んじゃう。聞いて、何泊ぐらい行きたいですか？何泊でも、何泊していいんですかね。あ、全然何泊でもどうぞ。あ、いいんですか？じゃあ1ヶ月。仮に1ヶ月。前から学校休みたいだけやろ。休みたい。もし仮に1ヶ月、あ、1ヶ月はハイブリッドもいい。1週間だったら家頑張ればできるかもしれないね。やっと。そのボロボロでも良ければできるかもしれないね。その家は作った後そのまま放置していていいんですか？それはまあ出来によるかな。だってなんか竹とかあるって聞いたから、なんかよくなんか何て言うかな、廃材探偵団がやってるけど、丸なんか1日ぐらいでこうやって4本のやつ作って草とか上に作ったら、もう森の中とかやったら土台みたいなのとかいっぱいあるから、それでもおしまいやったから。でもそれだったらあのアスレチックというか、ちょっと子供が遊べるような なんか遊具的なものこうやって丸くやって、で1個だけ大けがやったら、まあ置いといてもあの邪魔にならない。みんなで喋らない。あ、ごめんなさいね。じゃあ結構なんか作りたい DIY をしたいみたいな、そんなのに。そう。あ、つもり大好きです。なるほど、なるほど。ザ・キャンプみたいなのを経験してみたい。したいです。焚き火で例えばこうお肉を焼くとか、もうソーセージでも野菜でも、野菜の時になんかすごい苦い顔したけど、野菜とか
そういうのは結構経験とかあらないですね。バーベキューは全部セットなんで。ベランダでやっちゃうんで。はい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 。まず火を起こしてキャンプファイヤーみたいなのをねしたことがないんで。おお、いいじゃないですか。それやりましょう。あとテントで寝たのが、家の中でテント張って寝たのと、庭にテント張って寝たぐらいしかないんで、もうしっかりちょっと山でテント張って寝たいなと。いいんじゃないですか。じゃあそれやりましょう。山でテント張って、要するに地面の上にテント張って。そう、こんなど素人でもそうキャンプができるのかをまず動画として残させていただきたいです。やりましょう、やりましょう、やってください。あと子供らにそういうのその経験がないんで、うん、もうぜひ。多分めっちゃ楽しいと思いますよ。子供目線。うちの山じゃないんですけど、私去年夏山行く前にある程度こう経験しようということで、知り合いのキャンパーとかに連れてってもらって、で私息子3人いるんですけど、そのまさに実は学年でいうと1個違いぐらいとかが真ん中、一番上中学校なんですけど、その一緒に初めてこうキャンプ行って、でちょっと大きめのテントで全員で寝たんですけど、めちゃめちゃ楽しかったですね。家だとゲームばっかりしてて、あ、でも山頂でゲームもしたいんです。うち任天堂スイッチが人数分あるんで。大丈夫です。できます。全員持って行って。いいと思います。いいと思います。Wi-Fi あります。山頂でゲームをしましょう。いやでもね、そうか、じゃあゲーム持っていくか。もうずっとゲームやっちゃうかもしれないな。ゲーム実況のディスプレイもすべて持っていかせていただきます。ああ、いいじゃないですか。やってください、やってください。やりましょう。楽しみ。ただ中で、その、地面に直接テントを置く、まあ、庭に置かれてっていう話もありましたけど、その地面に直接テントを置いて寝転がった時にやっぱりこう布越しに草とか感じますよね。あと土のちょっとした凸凹とか、そういうのだけでもすごい楽しいですよね。あとやっぱ外だと無駄に疲れるからよく寝るしね、子供たちね。絶対星とかも綺麗ですよね。あ、星めちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃ綺麗。なんか椅子に座ってこう首を上げる、それで見る空ってのと、完全に寝転がって見る空って違うじゃないですか。今ももうやればすぐ分かるんですけど、寝転がる、寝転がるの、空の広さが違う。寝転がるんですか。ここでやるんですか。すげえね。ここでやるんですか。違いますよ。これすごいよ。あ、これは空気を読んで寝転べということですね。わかりました。ちゃんとビフォーアフターしました。首だけで空を見るところから、あの眩しくて目が開けれません。開けられるんですかい。すごい。これは寝れる。こんなんが山の上で、そのだったら日程も考えた方がいいですね。星も満喫したいんであれば、運が本当に要素左右されますけど、新月の日、月がこうない日がいいですね。望遠鏡を持っていこうか。死ぬ、死ぬ、めちゃめちゃ重たいな。はい、できたでーできたでーな。机セット準備してる。後で硬すぎるんだぞ。はい。その、なんだろうな、周辺に街灯もないんです。へぇ。で、半径2キロ3キロ人住んでないんですよ。で、声が反響しないんですよ。空にすごい声が吸収されていくので、私どんだけ大声出しても、あの下ちょっと下がるだけでも声聞こえないので、だからうちのメンバーとか結構そのワーケーションだとか言いながら山の上で仕事とか普通に Wi-Fi あるんで、パソコンで普通に仕事してたりとかするんです。でも山の一番上で叫んだら聞こえん。聞こえん、絶対聞こえん。どんだけ声出しても500倍の声出しても聞こえん。ナナの本気の声出そう。ここはダメ。ここはダメ。ダメよ。ここはダメ。山行ったからな。ジャイ子やからな。そう、そうやって仕事とかしたりするんですけど、なんだろうな、爆音 OK なので、例えば森の中にそのうちのスタッフはね、クラシックを Bluetooth スピーカー、もうこんななんかでっかいやつで最大音量にして、森の中に響き渡らせながら仕事とかしてます。いいないいな。誰からも文句言われない。じゃあもうギター持っていきましょう。ギターも。これ何？何の花だそれ。ジャイアンが行っても大丈夫ですか？ジャイアンが行っても平気。全然平気。うるさいって言われへんの。今はサバゲーとかもできるんですか？サバゲーは今はなんだろうな、そんな設備とか環境とかないですけど、その溶けるあれ、土に戻るプラスチックのためとかであれば全然できる。というか。
むしろあの本当にあの野生なので、広いし野生なので、なんかどうぞって、あ、そういうセットを用意するのもあり、全然できますよ。でも広さがガチやん、広さガチです。3万1000坪あります。一人ずつ。そこに全部あのスイッチ8台隠してみたとかやっていいですか。あの多分見つかんなくなっちゃう。発信機つけなんだ。探す人とそのなんだ隠す人別だったとしたら、もう多分この人しか分かんなくなると思うんですよ。見つかんないと思う。GPS つけとか。とにもかくにも広い。ただ安心してほしいのは、その元々学校があった場所ってことで。なんか変なこう穴があったりくぼみがあったりとかで、例えば子供がこうね山の中にわーって行って落としたのがあったとして、ズボーンってもう見つからなくなっちゃったとか、そういうことは多分ないと思う。危ないとこはないんですね、うん、我々が知る限りは。ただ広すぎてちょっとずつ開拓してるんですけど、あの未だにあの探検しようみたいな感じでみんなで行くと新しい大地が見つかるんですよ。自分たちの敷地の中に、あ、ここにもまだ平面があるみたいな。いつか村発見するかもしれない。マイクラみたいな。村人村人もいいんだよ。山のなんかこう敷地に周りがこうみかん畑なんです。農家さんがたくさんいて、その山の中とか歩いてるとたまにこう茂みとかからごそっておじいちゃんとか見て、怖い怖い、怖っ、農薬をこう担いでおじいちゃんとか、夜にさ狼かと思ったらおじいちゃん。いや、夜はそれは狼だと思う。カメラ上。あ、これこう積んでこんといてくれるかな、マナを。そうよ、花や。まあいいじゃないですかね、あれ屋上の野草プロジェクトみたいな。あそこ入っていいんですか。あ、全然入るの自由です。入るの自由です。あんなこと多分山でするんですけど大丈夫。あ、全然いいです。ただ本当にガチで山ってやっぱり自分たちが普段してる空き地とか、ちょっとしたこうビルとかその街の角にあるようなその公園的なところとはやっぱわけが違って、なんていうのかな、野生に溢れてるんで、すごい自然を感じられそうます。あの草とかあんな腰の高さみたいな草じゃないですよ。もう美味しいやつ。自分たちより高い草、草なのにもう鎌で切れなくて、やばい、蹴り倒して何でもしないとダメみたいな。おならアタックし、あれ、お尻アタックしようと思ったら、お尻でこうやっていたら、ちょうどジャンプした瞬間にブーって言って。もうじゃあ、海も近いんですよね。海近いっす。海も目の前。海も山も感じられる。感じられる。え、じゃあ吹く風は潮風。これしてた方がいい。吹く風は潮風。もしかしたら6月か7月のシーズンであれば、みかんの匂いがします。おお、いいですね。みかん畑の中なのでちょうど花が咲いてますね。みかんジュースみたい。あ、みかんジュース、あとでお土産であげるから飲んで。究極のみかんジュース。そうか、なるほど。じゃあ DIY は結構モチベーション高いで、やっぱりこうやってみんなでワイワイ家族でっていうと、そのテントニーズもキャンプニーズも普通に高い。そうです。焚き火とかがしたい、したい、はい、なんか私スイッチ隠したい、スイッチ隠したい、ゲーム実況したい、星空が見たい、見たい、お兄ちゃん的には竹竹林をもうノコギリで刈りまくって、なぎ倒したい。とりあえずあの24時間じゃ足りません。わあ、すごい。足りなそうですね。足りなそうですね、本当にね。お兄ちゃんどうして、いきなり目が死んだけど大丈夫か。電池切れた。なんかおすすめしたいのは、本当ノコギリ貸すので協力してこうやって木、まあ、もう木じゃない、その竹かドシューンって倒してもらって、ちょっとあと5キロぐらい痩せれたら、これで一生懸命痩せれたら、お前ダイエットなるやん。違う、あれ俺もうもっと太っとったらあれやで、滝にドロップキックして。無理だぞ、無理だぞ。竹ってめっちゃ太いねんで。しかもしなるからな、跳ね返される、跳ね返される。何十メートルってあんねんから。何十メートルあります、あります、あります。20メートルぐらいは軽くある。ノコギリってどれぐらいですか。ノコギリバラバラよ。これぐらいのノコギリもあれば、なんだろう、でっかめのノコギリもあるし、ただ竹切るんだったらもうほんとこの程度の刃渡り、これぐらい。もうじゃあ道具とかは大体あります。じゃあもう何もなしで、当日セレナね、ああ、いいっす、いいっすよ、それで兵庫から向かおうと思うんですけど、どこに山があって東京ちょっと黙っとけ、ちょっと黙っとけ。どこの山、
静かな山。寝袋とか。あ、寝袋あるといいですね。はい、こちら側にも寝袋は行くばっかはあるので、その夏だから大丈夫じゃないかなと思うんですけど、まあ、万が一寒ければもう一重どうぞとかはできる。まあ、言って俺がちっちゃいお家を作るから大丈夫。ちっちゃいお家を作る。ちっちゃいお家を作る。小屋、犬小屋作ったらいいじゃん。犬連れていく？え、猫小屋作る？猫小屋作る？ペットはいいんですか？いいですよ。自分の小屋作ったら。俺が小屋って。俺の部屋、俺の部屋。で、声で聞いたりしながら。じゃあ7しか入れん家作る。どうぞ。大きくしよう。あ、うさぎに巣作ってあげる。なんか我々がもしその事前に準備をしておかないとできないこととか、なんかあんまりそういうのはないかな。なんか今話聞く限りだと、とりあえずあの山のそのまんま、あと自分たちが持ってるものとかで一通り間に合うかなっていう気はした。大体できることは。やってみて。ありがとうございます。走っていて。じゃあ大丈夫か。いや、初山多分ね、シーズン的に何なんだろう、走り測ってみしよう。いろいろ山になってるので美味しいと思いますよ。果物とかもうとても取れるんですか。取れます、取れます。ビワとか、もしかしたらシーズンじゃないかな、7月とか6月ぐらいであればすごい大きい木がなってるんですよ。その木、去年下見た時はその腰上ぐらいの高さまで葉っぱも全部食われてて、鹿さんが美味しいから食べてて、その上だけ残ってるんですよね。頭が届かなくて、そことかもぎって食べたらすごい美味しかったです。みかんとかもな、まあみかんシーズンじゃないか。心配してるのが、はい、心配してるのがムカデ。あムカデに噛まれたことが。少なくとも、なんかそういう靴、ヒールとか当然ですけど、無理ですね。スニーカーですよね。スニーカー、はい。まあ、割と2日、3日みたいな話になるんであれば、長靴がいいですね。長靴でも。もう塩でしたから大丈夫。海用。海用やけど。セーフ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 。道具一式はもう海用のものは全部揃ってる。だ、全然大丈夫だと思います。長靴でいいじゃん。なんか、まあ長靴がいいって感じですかね。その、私まだ、半年以上いて遭遇したこと一回もないんですけど、そのマムシが出たらどうするのかとかは言われますね。ただ会ったことないです、一回も。うんこはね、大丈夫、トイレが、ね、あります。うんこするときトイレとベッド、そんな心配する。いや、そこにさ、なんかサバイバルでさ、ちょっと葉っぱをさ、うんこのさ、トイレとベッドにさ、いいやね、いいやね。なんかさ、サバイバルでさ、なんかトイレットペーパーの代わりをさ、葉っぱがしとってさ、その場所にさ、あんたも葉っぱで拭いとき。マムシが多いんでさ、なんかくっせえやつだなっていうな。マムシが垂れちゃってさ、マムシにシーンがあったの。なんかゴリゴリサバイバルだと、もう穴掘って穴掘って、クソして、埋めてはいい。埋めてやめろ。肥料なるからそれ。え、リュウちゃんは得意やん、そういうの。野生やからな。そういうのすごいいいと思うよ。やってみたらいいんじゃない、のぐそ。うわそれ向いたら経験はいりますかね。いや、いい経験じゃないですか。いや、アリが作りたい。絶対のぐそできないですよ。私もやったことないけど。え、落とし穴って作れるんですか。あのね、実は穴は OK です。 OK なんや。全然 OK でいい。もう埋めれば、ちっちゃいお家作って、ちっちゃいお家作って、でそれで落とし穴作って、あーできたねーよってパパたちが、あ、なになに言うてパコーン。何そのシミでしょ。言ったらパパが落とし穴ってことは、パパ手伝われへんで。あ、お前なんだかな、本気で掘ったらめちゃくちゃしんどいけどね、穴掘るの。穴掘って大丈夫っす。実は私たちもその、あ、じゃあ任天堂スイッチを穴掘ってから、あ、埋めれます。じゃあ下ピピピピって置かせてある場所にあれか、金属探知機みたいなやつを使って。買わない。金属探知機やったことあります？ないです、ないです。あ、ないんですか。俺これがある。そうじゃないですか。俺これがある。なんか金属のこうやって棒みたいなのがあって、それでこうやってやっとったら、前に歩いとったら電気みたいなのから横にピュンってなるやつ。ダウジング、ダウジング。これな、あ、これな。
埋蔵金見つけるやつだ。操作しながら行ってスイッチに棒がポンってなった。持ってるかもしれないね。でそのお宝探しとかでいいんですか。その金属探知機みんな買って持って行って。いい。前の宝石やったらいい。なん出たら出たらどうしましょう。ね、どうしましょう。どうしましょう。それを売ってお金にしてみんなで焼肉とか。焼肉でいいの。焼肉とかでいい。いや歴史的すごいやつが出てくるかもしれない。それをそれ欲しいですってあじゃあ1億円でって1億円もらってそれオークションして1億円でもなんかあっても不思議じゃないよね。不思議じゃないねえ。野草とか言うとお前ちゃう。言うとお前違うでそれ。野草掘った場所にもう掘った場所にお宝あったらどうするで間違えて化石出てきたらどうすんの。え化石出てきたら化石の場所にうんこしてしまって化石のうんこになった。最悪もうやめてもうやめてもうやめてまあ、楽しみや楽しみや。いやちょっと楽しみですね。普通になったどうする。箱に閉じ込められて夏休みの宿題終わるまで計算できないとかさせられたらどうする。最高やん。あいいそれやったらいいや。学校休みやし夏休みやった。宿題終わるまで計算できないっつってゲームもない携帯もない電波ない。この1年ねずっとあの我慢さし続けた1年なので去年もねほとんど確かに、ね、お出かけができなかったので5月31日に行きたい。その分いろいろねできたらいいですね。ありがたい。5月31日さな木曜日やからさ金曜日だけでいいからさ俺だってさあれやもん去年のさ誕生日さどこにも行かなかった。おー誕生日に行きたいんですか。あなた誕生日梅雨です。え雨やで。え何もできない。え今泊まっとったらいつか出るわ。いいなぁ。でも本当そうっすね。外本当出れなかったっすもんね去年どこに。ねえ普通ユニバぐらいやった。じゃあ何の誕生日に行く。寒いわそれ。寒すぎるわ。2月31日。ああ寒い。まだまだだいぶ寒い。もう5月31日ちょうどもう木曜日やった。冬に行ったら雪合戦できます。雪は降んないとこっすね。そうそう去年も一回も降んなかったし、なんか8年に1回ぐらい降るかもぐらいです。でもじゃあ冬キャンプもできるんですか。あ、できます。あ、いいな。寒すぎる。いや、寒い中焚き火を囲むんがいいや。違うの？違うの？ロマンじゃないのそこ、ね。冬キャンプの話で言うと。その麓の方に結構エアコンとか暖房が効いてるところあるんですよ。普通にベッドがあったりトイレがあったりシャワーがあったりとかあるんですけど、その山の上にこうテントを張ってで暖房器具とかそのストーブ的なものとかを設置したりとかしてるメンバーがいて、でよっぽどこうこっちの方が快適だからもう麓に降りることなんかもうイメージできないんです。だいたい週半分ぐらい静岡行くんですけど2泊3日はもうそいつその山上がるときに食材を買い込むんですよ。初日に鍋を作る。その鍋を翌日に調味料を入れ替え最終日はカレー粉を入れてって言ってもうずっと山の上だけで生活する。そういうのもできる。竹筒で米を炊け。竹筒でお米炊こう。竹筒でお米を炊け。いいお米買っていこう。いやウサギはダメ。ウサギはダメ。ウサギの近くにはダメ。ダメよ。ウサギの近くにもう人参置いて、はい、おいで言いながら後ろにこうやってぐしといて、あい来たな、おっぱか。そんなことできる。人参一本買っていったらいける。食材はじゃあ冷凍とかして持ってたらいいですね。そうっすね。そうなんか待ってし2泊3日とかなら。まあ。さすがに一度も下山しないことないですよね。確かに確かに温泉行かなかった。いやもう気に入りすぎて降りないかもしれない。降りないかもしれない。帰れ言われたら元に冷蔵庫もあるんで、あともう本当スーパーで全然買い込めばいいと思うんで、普通のこれが持ってきたいってあれば事前に持ってきていただいて、それ以外はもう全部現地調達。山で見たいな。すごい。分からん。やめて頼むから。抜くのは山で火をかきながら抜いちゃう。いいね。もうみんなそれしたいらしいです。したい。キャンプやる人はもうみんな焚き火見ながら酒を飲むんですよ。缶飲みましょう。缶の泡のやつ
もう売ってない販売再開してる、してるといい。いや楽しみやな、楽しみやな。じゃあ大体私の中でイメージができました。あのすごい楽しみになりました。なんかいやすごいワクワクしてます。本当に広いし、今キャンプ場って混んでるから、うん、もうテントテントテントだし、当然夜開けたら隣のテント見えますもんね。そう、声もそんなに騒いじゃダメとか、焚き火とかもやっぱり下手にこうやっちゃうと、もう火の粉が飛んで、ね、音音さんのテントに穴開けちゃうとか、やっぱトラブルも多いし、まあ、それで言うとあの来ていただくときは基本的に3万1000坪貸し切りなので、こう、うわ想像つかんのやけど、イメージができないですまだどれぐらいやろすごいな。ぜひじゃあちょっと日程決めて山遊びに来てください。はい、ありがとうございます。5月31日いやだから誕生日も梅雨や。でも海よりなんかできることが多そうやな、うん、海行ったら釣りしかできないですからね。いやそれでも十分すごいと思いますけど私は。いつもあの車中泊なんですよ最近な。はい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 。じゃあほんとテントで楽しんでください。焚き火もほんと楽しんでください。気力上げる。じゃあ今日はありがとうございました。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。ちょっと待ってよおばちゃん足がはい、はい、じゃあ最後のご視聴ありがとうございました。概要欄にココロマンチャンネルさんのリンク入れておきます。ぜひともそちらも見てください。近日一緒にキャンプします。そちらの動画も楽しみに。じゃあさよなら。さよなら。さよなら。